います。それで墓地法記載について、説明します。墓地法記載は、ジャライ族にとって最も大切な祭礼であります。死者の魂は死後も霊廟に住み着いていると考え、死者の家族は、毎朝その霊廟に行って、水や食料を備えたり、掃除したりして、世話をするわけですね。で墓地法記載が終わると、初めてその死者の魂というのは解放されて、生者の世界とから死者の世界へ旅立つことができる。でまたその未亡人とかも、この祭りが終わって初めて再婚することができると。その際にゴング演奏の音というのが、死者の魂を、死後の世界へ導く、道しるべとなる非常に重要な役割を持っていると。そしてその墓地法記載では、多数の水流が区切されます。だいたい僕が見たのでは20頭から30頭ぐらいの水流が区切されて、その頭がこの霊廟の写真、ちょっとかなり あれですけども、この木の柵なんです。この上に頭をいっぱい乗せて、でその周りをゴング演奏者が演奏すると、こう、で墓地法記載は他村からも大勢の参加者がある、非常に盛大な祝祭。でもう一つ、の演奏形態が、今まで説明したのは伝統的なゴング演奏という演奏形態で、この改良ゴングアンサンブルという、まあ、比較的最近新たに出てきた、演奏形態について、説明します。最初に考案されたのは、ジャラリ賞で、1980年の中頃と言われています。前方の奏者、今みたいにこの一番前にいる、右にいる人ですね、が、まあ、釣りゴングというのを演奏するんですが、これは、まあ、18枚並んでいて、旋律をダンスで、後方の奏者は、各1枚の突起ゴングを演奏する。こういった特徴があります。彼らは、普通の村人というよりは、職能的演奏者として演奏します。カトリック教会の祭礼であったり、政府主催の文化イベントで演奏するんですが、演奏の際に、まあ、謝礼をもらうと。普通の伝統的なゴング演奏の場合は、演奏に際して謝礼をもらうとか、そういうことはないんですけども、彼らは、必ず、まあ、演奏者に謝礼をもらう。で、その音階も、全音階のダイアトニックスケールで、旋律や曲といった概念が顕著に見られると。彼らの演奏は、まあ、聴衆からの視線を意識した繰り返される演技としてのパフォーマンスとしての、まあ、性質を帯びている。非常に真面目な演奏態度であったり、またはその必ず衣装を着るだとか、そういったところに現れている。それで、伝統的なゴング演奏の、特徴である、儀礼ごとの旋律の多様性であるとか、その先ほど説明したその演奏をしたあじゃない、ダウンした後にこうゴングを体に当てたり、こう手でこう触ったりして消音する、そういった身体性が、まあ、後ろの奏者はあるんですが、前の前方の奏者は基本的に消音しないので、そういったのが失われていたり、また立ち位置が決まっていて、先ほどのようにこう先ほどの伝統的なゴング演奏はぐるぐるこう回りながら演奏、そういったのもなくなっていた。あと女性による演奏も行われない、そういった、違いがある。でまたその演奏中にその普通の伝統的なゴング演奏の場合だと、演奏をしてない村人とこうコミュニケーションというか、まあヤジを飛ばしたりとか、そのなんか酒を増しようとしたり、まあ、いろんなそういったコミュニケーションがあるんですが、そういったのもなくなって、非常に近代的なそのいわゆるステージ上でのパフォーマンス、そういった、まあ、特徴がある。でこうしたその新しいそのゴング演奏形態が、登場した背景に、まあ、どういったことがあるのかっていうのを、まあ、ちょっと考えているところ、一つがキリスト教の普及というのがあるんじゃないかと。まあ、僕が調査した、地域では、バナ族、セガン族の村落の多くは、現在カトリックを信仰しています。で各村落にそのカトリックの教会というのがあるんですけども、その教会の、ミサであったりその祭典というところで、まあ、聖歌の伴奏楽器としてゴングが使用されるようになった。それで、演奏者が固定した、まあ、一定レベルのそのプロの演奏集団が出演されたのではないかと。もう一つが西洋音楽の浸透というのがあります。
海賊版 VCD だったり、インターネットやテレビなどを通じて、海外の音楽文化が、若者の間に、この若者という少数民族ですね、の間に浸透している。したがってそうした音楽に慣れ親しんだ、彼らには、全音階の音楽産品を受け入れやすい。で、そういった需要もあって求められた。一方ではその年長者は、まあ、売れてない答えのような未熟な音しか出せない、若者の音楽産業という、まあ、ある意味では否定的な評価もあると、こうしたのが、まあ、社会背景感があると。で近年では、その2005年に、ユネスコが、まあ、人類の交渉による無形遺産の傑作としてこのゴングの文化、まあ、正確には、ベトナム中央高原におけるゴングの文化的空間というのが、まあ、そういうふうに認定されたんですが、その前後で、政府主催のそういった音楽フェスティバルというのが非常に増えていて、そういった場でこの改良音楽アンサンブルが、その代表的なある意味伝統文化を代表する音楽演奏として、まあ、演奏することが、まあ、僕が見た限りあって、でそうした機会を通して、まあ、人々に受容されてきていると、そういった、まあ、過程にあるということです。でこれが、まあ、音楽演奏の旋律を比較したものなんですけど、まあ、録音から採取したもので、上が伝統的な音楽演奏の旋律の一部です。琉球音階に近い音階で、比較的短い旋律を、即興的な変化をつけながら繰り返すと、そういった特徴がある。で下が改良音階アンサンブルの旋律の一部なんですけど、曲の開始と終わりが明確であり、また非常に長い旋律を演奏する。また1曲は5分前後の非常に短い曲。でこれがその2つの演奏形態を特徴を比較したようなんですけども、演奏形態は機械は先ほど話した通り違っているのかにまた伝統的なライトに。で演奏者も、改良ゴングアンサンブルの場合は固定的な演奏者。でゴングも、改良ゴングアンサンブルではドッキゴングしか使用しない。また役割も、1人1枚のゴングという、まあ、均質性というのが、改良ゴングアンサンブルでは見られる。で演奏時間も、改良ゴングアンサンブルは基本的に30分であったり1時間ぐらいの、非常に短い、ステージ上でのパフォーマンスが多い。一方伝統的なゴング演奏というのは、3日未満演奏することもあるし、まあ、一晩中演奏することもある、儀礼の中で行われる演奏ですね。また1曲の長さ、旋律の長さ、テンポ、技術など、まあ、このように違っていると、ここまでは、演奏についての、話で、ここからはゴング調律について、まあ、お話をさせていただきます。この真ん中にいるあの人が、まあ、ゴング調律師と呼ばれる人で、この右の方に4人ぐらい座っている人が、そのゴングを彼のもとに、ゴングセットを彼のもとに持って行って、調律してもらいに来た人ですね、別の村落から。ゴング調律師の役割について説明します。まあ、ベトナム中部高原では民族ごとに音階や音質、大きさなど様式の異なる複数のゴングセットが使用されます、各ゴングセットは調律師が調律することで初めて演奏に使用することができる。つまり調律されていないゴングというのは演奏に使用することができないため、価値がないというふうに言われます。調律師は、ゴングの価値を作り、民族ごと儀礼ごとの旋律の多様性というゴング文化の根幹を支える存在であると。現在その優れたゴング調律師の高齢化が進んでおり、次世代への調律技術の継承が大きな問題となっている。